こんにちは、大チャンネルです。今回はドラゴンホース社の TC タープ DHC003 を使用し、ペンシル張りでタープテントを貼り、きれいに貼るコツや注意点などを解説します。またストーブを設置した時の空間がどのようになるのかご覧いただき、皆さんのタープ泊に役立てていただければと思います。それではタープテントを設営します。テントの幅をループ間隔の 2.5 倍にするときれいに貼れます。これはどこもたるまずに貼るために必須ですので、必ずこの幅でペグダウンを行ってください。貼り方を詳しく知りたい方は過去動画で解説をしているので、そちらをご覧ください。きれいに貼るためにポールはしっかり伸ばし突っ張ります。そのために側面は3箇所ともペグを打つことをお勧めします。フルクローズスタイルの完成です。ところで出入り口のループをペグから外したいのですが、ループが短いのでペグを抜かないと外れません。出入りをするたびにペグを抜いたり打ったりするのは面倒なので、ロープワークで固定したいと思います。やり方は後ほど解説しますが、とりあえずループに打ったペグの少し外側にもう一本ペグを打ち、先に打ったペグを抜いて準備をしておきます。それではハーフオープンにしてストーブなどを入れる準備をします。ポールは先端を金具の穴に通すと簡単に立てられます。
裏口の余分な部分をロープワークで処理します。ロープをペグにかけ、ロープの先端を裏口側、ロープの中間を横から入れます。中に入り、ロープの先端を取り出します。中央のループをハイウェイマーズヒッチまたはペインターヒッチで結びます。結び方については過去動画をご覧ください。ロープの中間を引っ張ると摩擦によりロックされます。摩擦力が弱く固定できないときは邪魔にならない位置にペグを打ち、それに結んでください。ストーブの位置的にポールが邪魔になりそうなので、ポールを外して上から吊り上げようと思います。このタープは胸のループの真下にこのような紐がついているので、ポールがなくてもランタンなどを吊るすことができます。ポールを二股にして吊り上げ、中のポールを外しました。二股のやり方は過去動画で解説をしているので、そちらをご覧ください。ストーブ、コット、椅子を配置しました。ポールがないので広々としています。楽に薪をくべることができます。調理スペースも十分に取れます。それでは先ほどのロープの余りで出入り口の戸締まりをしていきます。裏口で行ったのと同様にロープをセットします。後ほど中から戸締まりする様子をご覧いただきますが、見えづらいので同じことを出入り口の外で行い解説をします。2つのループにロープを通し締め付けることができる引き棘の結びを作ります。今回は緩みにくい引き棘のエバンスノットをチョイスします。なぜエバンスノットなのかというと、他の結び、例えばシベリアンヒッチや馬つなぎなどに比べ摩擦力が強いので、このような時に適しているからです。シベリアンヒッチは摩擦力が弱く、このような力が加わるとすぐに緩んでしまいます。馬つなぎもシベリアンヒッチほどではないですが、緩んでしまいます。ではエバンスノットはどうか。この通りかなり緩みにくいです。ですが輪っかを引けば簡単に緩めることができます。もちろん先端を引けば簡単に解くことができます。
次に裏口同様ループをハイウェイマンズヒッチまたはペインターヒッチで結び、ロープを引けば戸締まりできます。すべて引き解けなので簡単に解くことができます。では中からやってみます。タープに隠れて見えませんが、ループにロープを通しエバンスノットを結んでいます。あとは外で解説したことを同様に行い、戸締まりの完了です。ロープを引けばすぐに出られるので、急にトイレに行きたくなっても安心です。もう一箇所の煙突ポートを開ければフルクローズした時に換気口として使えます。ですが一酸化炭素対策は自己責任でお願いします。ところで先ほどこの部分のペグを抜きましたが、出入り口と同様にすぐそばにペグを打ち、ロープワークで固定すればいちいちペグを打ち直さなくてもハーフオープンにすることができます。はい、いかがでしたでしょうか。 DHC003 を使用しペンシル張りでタープテントを張り、きれいに張るコツや注意点などを解説しました。またストーブを設置した時の空間がどのようになるのかご覧いただきました。皆さんのタープ泊に役立てば幸いです。では今回は以上となります。この動画が役に立った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。